多すぎやねん,何やねんこれはっていうことで選挙前にたい出血大サービス維新の不祥事、えー、まとめということで、えー、ただ多すぎてもう意味がわかんないことになっておりますひ、えー、き逃げ容疑ねあと違法献金、えー、他にもですね経歴詐称、えー、秘書があの殺人未遂とか遂 <laughs> リコール不正とかですね えもうあとはワクチンで荒稼ぎの疑惑があったりですね、もうなんか何から何まで、あとね、顔で選べば一番だとかっていうふうに言った、の差別発言をした人もいますよね、あと、金にまつわる話が結構多くてですね、もうなんか、よく分かんないのは、えっと弟に障害だっけ、うんね、あのなんかもうなるん、<laughs> っていっ、いいいちょっと待てやっていうですね、うん。うん もうなんかもうむちゃくちゃなんですとにかくむちゃくちゃなんです<当>とにかく <laughs> えもうちょっともうこれはね、うん、えお笑い、うん、もう笑うしかない、ね、笑うしかないですねというわけで、えー、選挙前にですねギャッハッハッハ,ッハッって笑い転げて、うん、えここにはいけるのやめとこうっていうふうに、ん、はいえー、というわけで、えー、コンさん頑張りましたもうとんでもない量の記事をチェックしていただきまして、はい、えもうぜひね見ていただきたいと思いますそれではスタートはいフリーライターのコン・ンショウです え前にですね、自民党の、あの皆さん大好きな自民党のえ不祥事について、30連発っていうあの動画を撮りましたが、今回はみんなお待たせしました、今回は維新の会です、自民党のね、悪事に憧れて、俺も新しい政党だけど、あんな自民党のように悪くなりたい、悪くなりたいってね、望んでいるあの維新の会が。 あの10年間何をしてきたのかねもう一気に駆け抜けますので早口で今日はやりたいと思いますえー、とお楽しみにということでどんどんいきましょうはい、はいえー、飲酒ひき逃げ事件で有罪、えー、元維新・市議員辞職説ず、えー、堺市議会議員総会 ね、これは年年月の話です、ね、10年前ですす前飲酒引き逃げ事件を起こした大阪維新の会に所属していた、えー、西井勝、えー、堺市議の問題で市議会議員総会が開かれ日本共産党の、えー、議員団長が直ちに辞職するよう求めました。この西井さんって人はね えー、自動車をあ運転中に大,や大阪狭山市の交差点を左折してミニバイクと衝突、えー、運転していた女性に怪我を負わせそのまま逃走しましたねいかにも維新ですねはいどんどん次いきますよ今日は本当に多いのよよいしょはいよいしょ、えー、日本経済新聞ねこれも えー、2012年10年前ですね、えー、維新・市議献金を返還へ事務所費巡り、えー、不適切処理、えー、指摘、えー、地域政党大阪維新の会懐かしいですねあれは橋本徹さんまだ10年前は代表だったんですね,ね市長だったしねのその維新の飯田哲史、えー、大阪市二28歳は、えー、記者会見して支援者から受け取った24万円の政治,政治献金を返還すると明らかにしたえー、ね この飯田さんという市議は、えー、支援者の親族から事務所を賃貸し、えー、家賃の大半に政務調査費を充当ほう家賃の大半に政務調査費を充当、えー、家賃の引き上げ後に支援者から献金を受けていた、えー、この市議は、えー、増額分が献金で還流したとの疑念を抱かれるなら返還手続きを取ると説明している。うん なんか維新の方は多分法律っていうのはあまりよくご存知でないのかもしれませんね。はい、どんどん次いきます。よいしょ、よいしょ。はい。ね、関西ニュースですよ。ね、えー。運動員に買収約束の疑い、維新当選議員陣営の男を逮捕。えー、これは、えー、あれですね、えー、ABC ニュースですから、関西のニュースですね。 で当時の、ねえー、衆院選に兵庫4区から出馬し比例復活で当選した日本維新の会の議員の運動員にビラ配りなどの報酬として現金を渡す約束をしたとして陣営の男が逮捕されました、えー。公選法違反の疑いで逮捕,逮捕されたのは、えー、維新から出馬し比例復活で当選した赤木正幸議員の陣営で選挙運動していた、えー、森さん70歳ですよ。よかわいそうだな。 スタッフまで逮捕されちゃうんだな。大変だ。はい、どんどん行きます。よしと。はい。えー、選挙違反容疑維新。足立康氏の陣営の運動員三人逮捕。 ままた続きますね。えー、衆院選の選挙運動をする見返りに日当支払う約束をしたとして、えー、大阪府警は大阪9区から立候補して初当選した日本維新の会の安達康氏、まあ、当時47歳、えー、陣営の運動員で、えー、建物管理会社の社長の松浦さん44歳ら3人を公職選挙法違反日当買収の約束の疑いで逮捕。 この面白いのは維新陣営の選挙。違反事件は大阪や京都愛媛で相次いでおり、今回で4件目っていうね。毎日新聞は丁寧にあの伝えていただいてますね。はい、どんどん行きますよ。はい、これが足立さんですね。まあ、足立さんの言葉もね。まあ、散々ちょっと口が悪いというかね。まあ、こんな感じでうん。あのー、こんな顔の人ですよ。まあ、とりあえず次行きます。はい。 維新の運動員2人逮捕。<laughs> ね、これ同じ2012年の話ですからね、10年前ですよ。ビラ配りなどに報酬を渡した疑い、衆院選の選挙運動の報酬として知人に現金を払ったとして、大阪府警は大阪7区で落選し、えー、比例ブロックで復活当選した日本維新の会の上西さゆりさん、当時29歳、えー、陣営の運動員、えー、会社員41歳を公選法買収の疑いで逮捕し、 えーしたとね、でこの佐藤容疑者は、えー、20代から30代の知人男性3人に20万円ずつ渡した疑いほう、ね、3人は工事後大阪7区でビラ配りをしていてその報酬だというわけだと、ね、また愛媛県警は愛媛4区で落選し比例ブロックで復活当選した維、えー、新の会の桜内文樹、えー、さん ね、47歳の支援者であるところの無職の容疑者68歳、ね、もう68もうおじいちゃんですよ、ね、かわいそうだね無職での支援していたのに、ね、この人をねあの逮捕したんですよ、ね、この桜内さん、ね、維新の桜内さんの講演会施設で60代男性2人に、えー、投票を依頼する選挙運動への報酬として、えー、現金計数万円を渡した疑いがあったと。 なんかな維新の周りは、ね、維新の議員だけじゃなくてあの周りのスタッフも捕まっちゃってるんですね。なかなか大変でござるよ。はいどんどん行きますよ。よいしょ。 はいえー、選挙違反、維新運動員を逮捕、日当買収の約束容疑、またかよって、<laughs> はい、これも同じ2012年、ね、10年前です、えー、衆院選の選挙活動のためにアルバイトに日当を支払う約束をしたとして、えー、京都一区から立候補し、落選した日本維新の会公認の田坂幾田氏60歳の陣営の運動員で、えー、中川和人容疑者52歳を公選法違反、ね、日当買収の約束で、えー、の容疑で逮捕しましたと。 で、えー、逮捕容疑は今月上旬、まあこの月ね、えー、12月ですね、電話で田坂氏への投票を呼びかけるために雇った20代から60代のアルバイト女性5人に、時給1000円を支払う約束をしたとしていると。なるほどね、だからね、維新の議員の皆さんね、公職選挙法を知らないっていうことなのかもしれないな、もしかしたら本当に日本語が読めないのかもしれないということで、僕はだんだん切なくなってきました。はい。 ねえー、これね、あのー、これまでのちょっと最近のというか2012年の、ね、10年前の事件をやると、あのー、まとめた記事です。はいえー、詐欺投票、<laughs> 投票干渉など、えー、公職選挙法違反容疑で、えー、逮捕されたのは警察庁によると14人だとで買収で逮捕されたのが8日6人。 あじゃあ14人のうち買収で逮捕された8人中6人が、えー、日本維新の会の陣営だったとっいうことですね。まあ、この右下の、ね、図を見れば分か,分かりますね、足立さん、上西さん、桜内さん、田坂さん、はい、維新、ね。田坂さんだけ、なんかこれだけあの悪いことしても落選してるのが、なんか腑に落ちないかもしれないけどあの、悪いことしても受かる人は受かるってことですね、まあ、それが維新スペックっていうものですね。はい 周りが、あのー、いくら逮捕されても、ね、お仕事はするんだと。まあ、そういうことですね、維新は。ねはい、もう子いもにはとても見せられない維新の,あの数々なんですが、はい次いきます。いしょえー、日経新聞、えー、これは2014年ですね、はい。猪瀬前知事、5000万円が選挙資金、えー、罰金50万円納付し謝罪。はい、猪瀬さん、なんでこ,うこんな古い記事を僕が出してきたか。この人 また維新から出ます、選挙に。え当時67歳の、ね、猪瀬さんは特集会グループから5000万円を受け取っていた問題で、えー、東京関西は公職選挙法違反、虚偽記入の罪で罰金50万円を略式命令を出したと。で、東京地検の、ね、特捜部が略式起訴していたと、ね。即日納付したと。まあ50万ぐらいだからね。そしたらね、猪瀬さんは何て言ったかって言ったら、<laughs> 5000万円に選挙資金の側面があったとは否定できない。深くお詫びします。 だけどまた75歳になった今、えー、維新から出るって言うんだから、まあ、猪瀬さんはね作家としては何とも本当に素晴らしい人なんだけれども政治家としては、ね、もう野心を抱かない方が良くてよと、ね、お兄さんは言いたくなります。はい、でも、ね、維新はねそんな犯罪ばっかりやってるわけじゃありません。ね。あのー、見てくださいこれを。ね。なんて書いてあるか読みますよ。 はい山本圭さん、これ大阪府議ですね、えー、ライン同どう喝の一部始終と大人げないその素顔、これは2014年のことです、はい合泣嫌疑、セクハラやじ、当時印行市議、次々と発覚するハレンチ地方議員に新たなメンバーが加わった、えー、女子中学生と不適切な交流をしたあげく、ど、え、喝、ー、大人げない三十男の素性を調査すると、続々と余罪が発覚したのであると。 ねいじめの実態を把握するためだったが保護者の同意を得ることなく中学生と LINE をやったことは大いに反省すべきことだと思いますん保護者の同意を得ることなくんそこなのそこなのあなた何したのはい皆さんこれを読んでくださいビーン読みますよはい えー、昨年10月、山本市は地元の、これ、なんていうもの、河野市って呼ぶの、僕知らないんだけど、の祭りで知り合った女子中学生に、えー、名刺を配布し、えー、複数がメールなどで交流できるスマートフォンの無料通信アプリ、LINE の LINE 上に15人のグループを作成。ところが、この山本市ね、維新の山本市は、グループの女子に誘われた男子生徒が LINE 上で死ね、キモいなどの暴言を吐くと、即退会させた。<laughs> そのの後山本不義事務所で お茶会を開こうとしたが、女性とが反応を示さなかったところ、おいおい、全員無視、校長に連絡する、徹底的にあると逆ギレ、恫喝したことが表沙汰となりました。<laughs> なんだこれ、<laughs> 維新の,あの政治家の事務所でお茶会を開こうとしたら、女性とが反応を示さなかったので逆ギレって何だこれや、はい。産経新聞が、えー、女子中学生に不適切なメールを送った維新不義との記事を掲載したあ,あと、山本不儀は即座に会見を開き。 言うべきことを言ったまでと強気で反論、えー、直後に、えー、橋本ね当時市長が子供と直接ラインなんかしない普通は不敬でしょう厳正に処分するとまあ怒りたけって発言しましたね、うん、そうするとやっぱりこの山本さんっていうあの維新の,あの政治家は大人げなかったと2度目の謝罪会見をするも所属する大阪維新の会の不倫談から序、えー、断という激しい処分あのあ厳しい処分が決定しましたとさ めでたしめでたし、うん、もうねもうこんなのさもういちいち笑ってであのしゃべるしかないじゃないですかまだまだ続けますよ維新にはねあの歴史があるんですからポーンはい次いきますはい朝新聞ですこれはもう2015年ですねえー、増田陣営選挙違反事件はいえー ね、昨年って言ってもこれは2014年のことですけど2014年の、えー、衆院選で初当選した維新の党、ね、増田善夫、えー、さんって読むのかなの58歳当時ね、えー、陣営による公職選挙法違反事件で、えー、逮捕された運動員の男性65歳は、えー、青森地検の取り調べで選挙違反に手を染める前の心境について、えー、男性検事にこう話した仮にすべてが明るみに出てしまった場合でも私が責任を取れば良いことだと腹をくくってました。 う,ん、そうか維新の議員っていうのはあれだね自分の選挙活動に熱意を持ってくれた人に責任を取らせようってわけなんだねなるほど自分の責任はないんだよっていうのが維新のスペックですはい皆さんあの覚えておきましょうね維新と関わると責任を取るのは周りで本人は取りません次いきますはいと、えー、維新、えー、石,石崎陣営の,この公選法違反事件、えー、逮捕の料は会計責任者 ここれ、れ群馬の話ですね。は2014年12月の衆院選、群馬2区に立候補し比例代表で復活当選した維新の党、えー、石関隆、えー、衆議院議員陣営をめぐる選挙違反事件で公選法違反買収疑い,の、うん、疑いで逮捕された群馬県伊勢崎市議の、えー、山越清彦容疑者は、えー、石関氏の、えー、資金管理団体の会計責任者だった。ほう 公設第,一第一秘書も務めた文字通りの金庫版だった。うん、なるほどってことはもうこれ確信犯ですね,ね。会計の責任者が、あのー、分からなかった公職選,選挙法違反だと思わなかったなんてことはないわけで、ね、みんな、あのー、分かった上でやられてるんですね。はい、はい、こんなニュースもねだんだん懐かしいニュースになってきましたね。はい、こういういのもありました はい、日経が報じております、2015年、大阪維新、えー、上西氏を除名処分、国会欠席問題で、ね、維新の党の、えー、上西さゆり衆院議員、ね、当時ですよ、えー、体調不良で衆院本会議を欠席した直後に旅行したとされる問題で、<laughs> 旅行してたのが、えー、党地方組織を兼、えー、ねる地域政党、まあ、当時地域政党ですね、大阪維新の会は、えー、上西氏の除名処分を決めたと。ただ、維新の党としての処分は決まっていない。 え、上にした何やったのもうね日本人忘れっぽいからね,ね確認しとかなきゃダメですね何をしたんでしょうかはいこんなことしてたんですはい <laughs> もうなんか読むのもかったらくなってきましたけどでも読まずに読まずにはやれない、はい、何をしてたんだはい維新上西さゆる氏は 議員失格。国会欠席前夜に商パブ。スタッフもモラル欠如、ねね、当時31歳の上西さゆりちゃんはね病気の診断を受けながら国会欠席前夜に自民党議員と商パブなどに行っていたことが分かった。ね もう犯罪のデパート自民党に憧れてますからね維新の議員は、えー、上西は議員失格と断じた党最高顧問の橋本氏まあ当時ね、えー、とともに、えー、大阪で緊急記者会見をすることになっておりこうしたことへの釈明も求められそうだこれもね「昭和部言ってました何でですか?」って言われてどうやって答えたんだろうね <laughs> これはね国会休んでいくようなとこですか でもいいんですよ。それが維新というものなんですよね。皆さん悪びれたつもりは一切ないですね。あの維新にとっては普通の出来事です。はい、だからですね。こんなニュースも出ております。はい。はい、胸を触り、大阪市議の乱ンチ騒ぎ写真が流出。橋本維新に不満を持つ関係者の仕業だった。はい。これも2015年ですよ。 ね、大阪維新の会所属の大阪市議らが2年前の飲み会で、これはまま2013年13年頃ね、えー、女性市議の胸を触るなどした写真が週刊誌に掲載され、物議を醸していると、で胸を触ったのは事実です、でも揉んだわけではありません <laughs> ね週刊新潮の2015年6月4日発売後によると、井戸正敏市,市議52歳は、こう弁明して、医師でもある立場から、職診ですと断言したというこう お医者さんっていうのはなんかいいね女性主義の胸をさ触るときは触診ですと言えばいいんだな、はあ、俺は医師免許持ってないからそんなゲートはできねえわいやーお医者さんになるといいことあるんだね,ねえ維新はいいこと教えてくれてますはい、ね、国民の鏡ですねはい、えー、次まだ2015年ですよまだまだ、えー、生活費371万円大阪維新の小林堺市議書類もほぼなし核チラシ問題で調査報告 はい、当時まだ地域政党だった大阪維新の会所属の小林芳香、えー、堺市議37歳が、えー、平成23年から26年度に政務活動費として計上した議会報告のチラシが実際には作成されず配布もされなかった問題をめぐり、えー、同市議会の議会運営委員会が開かれたとで水の上、えー、これ重昭っていうものかな議長さんが、えー、小林市議と当時の秘書でチラシ担当を をしていた、えー、黒,瀬大い黒瀬大市議の、うん待て待てえー、39歳に聞き取り調査を知った、えー、結果を報告したとなるほどねそうか政務活動時代っていうのはそうか書類なんか作らなくても請求しとけば何とかもらえちゃうもんなんだね。 維新というのはうねおいしいことを教えてくれますねいつもね悪いことするんだったらこんなにいい知恵をね、あのー、明かしてくれるなんてもう超ありがたいですよねあの悪いことしたい人にはうってつけでございますはい次ですはいこれはですね事件とかじゃないんですけれども僕はびっくりしましたこれねあのー、衆院選にね、あのー、出た時ですよ ええと2016年のしあごめんなさい参院選でしたはいごめんなさい、えー、朝日健太郎さん今回も参院選出ます朝日健太郎さんねねこの人ねあの一応自民なんだけどちょっとこれ面白いのであの使おうと思ってあの拾ってみましたあのね維新の人だったちみんな自民に憧れてるから。 ね、で憧れてるってことは、ね、自民の人はどんなこと考えてるんだろうと思ってねまだ1回しか受かってない今回受かっちゃあのこの時受かっちゃった朝日健太郎さんが、あのーね、あの候補者アンケート朝日新聞から仕掛けられて、ねはい、憲法を改正すべきだっていうのをはい、賛成って言ってるわけですね、まあ、まあ自民党の党勢ですからでもその次ですよじゃあね憲法とは主として国家権力を制限するために定めるものである。 で「B」「憲法とは主として国の在り方や理想を掲げるためのものである」来た時にこの朝日健太郎さん「B」に近いって言ったんだよね。<laughs> この人多分ねあのー、憲法とは何かの基礎知識を知らないんでこれ朝日部も意地悪ですよ。朝日健太郎さんスポーツしかしてこなかった人なんですから「憲法は何ですか?」って言われたら思わず「B」って答えちゃう人なんですよ。ね、これ基礎的な教養として「A」ですからね。 憲法とはは主として国家権力を制限するるためめに定めるもののこれ以上の意味はないんでですす憲憲法法に、ね、国家権力を縛るものです憲法っていうのは。でもこれは、ね、知ってるとか知らないとかっていうのはさ国会議員ですよ。国会議員になる男がこれを知らなかったっていうのが恥なんですけれどもでもね恥なんて多分思ってないでしょうきっと。ね。医師の人たちも恥何それおいしいのっていうもんでしょう。 だからね、こういう地味に憧れる気持ちもよくわかりますよと、僕は言っておきたい。はい、どんどん次に行きます。はい、えー、ね、産経新聞。身を切る改革が聞いてあげる、えー、元維新市議のう末路、えー。生骨院で、えー、施術でっちゃけ、地元に残るほぐせぬしこり。なるほどで、うまいって感じですけども。えー、これは2016年、えー、経営していた生骨院で療養費を騙し取ったとして、元大阪維新の会所属の大阪府、えー、池田市議。 で整骨院運営会社の元社長、ねうんねえー、と羽田達也容疑者37歳当時、が大阪府警に逮捕された。 えー、羽田容疑者は逮捕前の取材に対し元、えー、共に逮捕された同社社長、えー、増田誠容疑者37歳だに当時ね、えー、責任を押し付けるような弁明を繰り返していたが実態は本人が患者役となって不正を主導していた <laughs> なるほど、えー、で、市議選で身を切る改革を訴え大阪維新の会から出馬して初当選疑惑、はい、発覚直後に離党した身を切る改革っていうのはね皆さんご存知のようにですね 有権者の皆さんの,あの身を切る改革ですからね。あの間違いないようにねあの。維新の人たちが身を切るわけじゃないですからね。はい、これはもうねあの、基礎的な教養として覚えておかなきゃいけないことですね。うん、はい、次。ね。よいしょと。うんはい、4年以上、事務所の駐車場,駐車場代わりに、えー、市役所に無断駐車、えー、維新不義団、えー、中谷不義を厳重処分と。ね、もう2016年ですよ。 そうかもうあれは何ね6年前のことかとね大阪府柏原市役所の来庁舎用駐車場を4年以上自分の事務所の駐車場代わりに使っていたとして大阪維新の会大阪府議団は同議団所属の中谷智則府議63歳を厳重注意処分としたね あのね、なんか注意で終わ,終わるっていうことは、ね、維新にとってはですよ、ね、そんなの普通のことですから別にね起こりゃあのちょっと叱ればいいじゃないかと、ねあのー、大阪府の、ね、不眠税で、ね、作ったものなんて俺たちのものなんだから、ね、そういうことですよ、ね、今から、ね、細かいこと言ってくれるなともうおじいちゃんなんだからさっていう、ね、そういうことでございます。はい、えーはい、次 えー、これはもう2019年にね、もうあんまりにもこう維新の皆様はねあのなてうかな、素晴らしい業績が多すぎるので本当に今日も,あのもう一部だけほんの一部だけを紹介しております、えー、10年分だけど、はいえー、ウグイス城手配に報酬、えー、容疑の維新、大阪市議を逮捕。ね。 えー、大阪市議選で、えー、車上運動員、まあ、通称、ウイストを手配した報酬を渡したとして大阪府警は大阪維新の会に所属する現職の大阪市議不破、えー、忠之容疑者、53歳、当時、うん、を、えー、公職選挙法違反買収の疑いで逮捕したと、ねはい、もう逮捕、逮捕続いてるからみんな、もう麻痺してきてるでしょ、<laughs> 正直ねあの。維新にとって別にあの逮捕されることなんてへでもないわけですよ。ね はい、どんどん次行きますよ。よいしょ。はい。えー、出てるかなあ出てるな。よいしょ。えー、丸山氏、酔って卑猥な発言を繰り返す、えー。同行職員から事情聴取。はい、これは2019年5月ですね、えー。北方領土を戦争で奪還するという趣旨の発言などをした丸山穂高衆議院議員35歳。当時ね。 えー、をめぐり衆,衆,院衆院議員運営委員会は、えー、理事会で北方四島をビザなし交流に職員を派遣した内閣府外務省から事情を聞いた、えー、政府側は丸山氏はコニャックを10杯以上飲んだと説明し酔って卑猥な発言を繰り返したと報告したと、まあ、官僚たちは、ね、あの人酔っ払って <laughs> 卑猥なことバンバン言ってたんだぜっていうふうに、まあ、チクったわけですね。 えー、他の同行者ともみ合いになった際には国会会議中は、えー、不逮捕特権で逮捕されないとも述べたというね、あのー、なってるね議員になってしまえばこっちのもんだというのが、まあ、維新の,あの通常な考え方なんですね,、あのー、ね酔っ払ってい,たいるとついつい本音が出てしまうものですよはい、はい、どんどん次行きましょうおいしょ えー、港区議を公然わいせつ容疑で逮捕、えー、高,校高校生に下半身露出かねはいこれが維新というものです、はい神奈川えー、2020年もうと2年前ですわ、えー、神奈川県警は東京都港区区議の、えー、赤坂大輔容疑者48歳当時を、えー、日,本日本維新の会、ね、所属を公然わいせつの疑いで現行犯逮捕したね えー、赤坂容疑者は川崎市宮前区のカラオケ店の駐車場内でえカラオケ店の駐車場内で女子高生3人に見てくれないかなどと言い,い下半身を露出した疑いがある調べに対して右手で性器を隠して左手でズボンを下ろしていたので見せていませんと、まあ、説明している。 右手で正規を隠して左手でズボンを下ろしていたので見せていませんってことは見せようとしてたってことはもう認めてるわけだねこの人ななるほどなんて素直な人なんだろうねもうね女子高生もね最後まで見てしまってかわいそうですよ本当にねもうね発言が何しろ維新スペックですからねあの皆さんあの何か正義感とかそのものをね要求しちゃいけませんようんはいえーもうどんどん次いきますから えー、東京、うん、港区議に罰金15万円、川に露出で、はい、今言った話ですね、はいえーあのー、赤坂さんはこういうふうにいっぱいね、あのー、そうなんです、あのー、報じられてしまってね、えー、罰金15万円の略式命令で済んだらしいんですけどもさ、ねあのー、ただ東京医区の支部長を務め、次期衆院選で公認候補となる予定だったけど、あのー、県警にね、何しろ公然わいせつ罪で、 あのー、逮捕されて、まあ、維新がね、除名処分にしてしまったんですよ。ね、あのー、こういう面白い人がね、除名され,されずに残っているっていうのもあったりするんですよね、他の案件では。でもね、さすがに、あのー、公然わいせはされにならないと維新でも思ったんでしょうが、維新の中にも、あの良心というものがあるのでしょうか、皆さん。はい、次、産経新聞ですね。 えー、これは2020年12月、えー、東京都江戸川区議、引き逃げ容疑で書類送検、うん、もうだんだんね、<laughs> おいおいって話になってきますけど、車で追突事故を起こして、2人を負傷させ、そのまま逃げたとして、えー、警,察警視庁は同行、えー、法違反、まあ、これは引き逃げですねあと、あと自動車運転処罰法違反、過失致傷の疑いで、えー、江戸川区の中津川、えー、正輝区議34歳当時を書類送検したと。 んなるほど、えー、何かにぶつかった記憶があるが詳しくは覚えてないと中津川クリア言ってるそうですなるほどねまい、あ、ちゃあ飲んでたんだなどう考えてもなこれんでもそれが維新というものですねあのー、とにかく、あのー、私は悪くないと悪くないと言い張れば何とかなることがあるんでしょうねきっとはいどんどん次行きましょうよいしょはい、えー、維新大阪府業書類送検 弟へ障害容疑、うん、これも去年の2月ですね、えー、2021年、えー、大阪維新の会、えー、岡沢隆一大阪府議53歳、えー、当時、えー、が弟に暴行して怪我をさせたとして、えー、大阪府警が傷害容疑で書類送検していたと、うん、でこの岡沢府議は弟に暴行を加え負傷させた疑いが持たれている、えー、暴行は数年前にあり弟側が昨年府警に告訴したんだとね 身内からもね、いいねあのーねあのー、やめてくれよと、やっぱり思われたんでしょうね。でもね、別に身内だろうが、誰だろうがね、公然わいせつもやるし、ぶ、ね、ん殴ったりもする、ね、それだけじゃないですよ、維新は。まだまだそれじゃ自民党の、ね、悪事に勝てないと、もっと悪くならないと自民党のようになれないぞっていうふうな、多分恐怖心があるんでしょうね。で、去年4月、梅村瑞穂、えー、参院議員の秘書を逮捕、知人への殺人未遂容疑です。はい、もうここまで来ましたか。 ね、まだまだ自民党にこんなもんじゃ勝てないぞと、知、ね、人男性を車で跳ねるなどして殺害しようとしたとして、大阪府警は、えー、殺人未遂容疑で、えー、国会議員の秘書、えー、これはね、なんていうの、重松啓太かな、の31歳が逮捕したと。 で車をぶつけたことは間違いないが殺意はありませんでしたっていうの僕の意味がよくわかりません車がぶつかったら普通は死んでしまうかもしれないなわけだからお前が殺意があるかどうかなんてねどうでもいいんだよと後で多分裁判にで問われるだろうから先に言ったんだと思うんだけどだあの車で走ってる車でぶつかればやばいですよでこの重松容疑者っていうのは日本維新の会梅村光穂参議院の公設秘書だったんだねだからだだなあのー 維新はね、スタッフにもあの決起盛んな若者がいるってことですね。あの面白いですね。もう決して、決して維新は、あの、なんていうかな、あの、優等生を気取ったりしません。もう、そのまんまでございます。ね。素のままでございます。はい。はい、どんどん次に行きます。よいしょ。えー、署名偽造容疑で、田中、えー、高寛事務局長ら4人を逮捕、全容解明へ、愛知県知事、リコール不正。はい。ありましたね、去年5月ね。 愛知県の大村、あのー、秀明知事のリコール、会食請求を運動をめぐる署名偽造事件、ありましたね、えー。で、地方自治法違反、署名偽造の疑いで、元愛知県議でリコール活動団体事務局長の田中貴弘容疑者59当時をら、えー、男女4人を逮捕。 でこの田中容疑者が主導している事務局の一部が組織的に大量の書面を偽造していたとして、えー、全容解明を進めるこの田中さんというのはまさに維新からあの出馬した人ですよねはいまあいろんな人材がいるんですね維新には、えー、なんて素晴らしいことでしょうかねいろんな犯罪にねもうとにかく次の犯罪もう今までやったことのない犯罪やろうみたいなことですわなでもね犯罪じゃなくても、まあ、日常的に、ね あの維新の方々はいろんなことをやらかしております。はい。ね。よいしょ、えー。大阪池田市長、7月30日に辞職、ね。去年の夏の話でございます。サウナ持ち込み問題。えー、大阪府池田市の、えー、富田裕樹市長44歳は。 えー、視聴者への家庭用サウナ持ち,込みや持ち込み問題やパワハラ疑惑をめぐり7月30日付で辞職すると市役所で記者団に、えー、表明したうんすごいですね視聴者に家庭用サウナ持ち込むのか何するのか分かりませんというからこの人のお仕事は何なんでしょうか、えー、市長ってサウナに入るのがお仕事なんでしょうか僕じゃよく分かりませんもうはいどんどんいきますよいしょ よいしょえー、維新、今井、えー、豊副代表が離党、えー、貝塚市長からの献金報道を受け、はい、去年の8月でございます、えー、日本維新の会副代表、ねえーえー、偉いさんですよ、日本維新の会でも副代表ですから、の今井豊、大阪府議64歳、ね、が藤原達夫、貝塚市長69歳から違法な献金を受け取ったと、週刊新潮のインターネットサイト、デイリー新潮で報じられ、離党届を提出したと。ね なるほどね。まあいい方、献金だろうかなんだろうか、金に色はついてねえというのが維新の考え方ですからね、きっとね。あのー、しょうがないっすよ。もうね、その金が自分のものなのか、税金なのか、なんだか、さっぱりわからないというのが維新スペックなので、ね、なんかいろいろ、あのー、なんだろう、知識も足りなければ、えー、倫理も足りないんだけども、まあいいじゃないか、いいじゃないかって話ですわ。うん。ね。はい、どんどんいきますよ。よいしょ。 えー、維新・赤木氏の運動員を買収、えー、約束容疑で逮捕、ビラ配りで日当1万円超、なるほど去年の11月です、はいえーね、去年の衆院選の選挙、うん、運動の見返りとして運動員に報酬を約束したとして、兵庫県警は、えー、兵庫4区で落選し、比例区で復活当選した日本維新の会の赤木正幸氏の運動員、えー、選挙運動員を、えー、公選法違反買収約束で、えー、逮捕したと。はい70歳ですよ ね、70歳の,ためあのおじいちゃんですら維新のためなら公正法違反なんてやりますよと、まあ、そういう人がいるわけですねあの、まあ、別に怖くねえとあの維新の議員先生さえ受かってくれれば70の老いぼれの私なんて無所にでも行きますよというのが、まあ、維新の,あの運動員たちへの、えー、なんていうかな代わりに行ってくれという話なんでしょうねはいどんどん次行きますよはい 衆院選で買収の罪、維新・落選候補略式起訴、えー、毎日新聞これは滋賀の話ですね、大,大津地検は、えー、衆院選、滋賀3区から立候補し、落選した日本維新の会の直山仁志氏49歳、当時ね、えー、おうについて、えー、大津区検が、えー、公職選挙法違反、まあ、買収の罪で、えー、略式起訴したと発表したと。えー、大津関西は、えー、直山氏に罰金50万円の略式命令を出したと。 なるほどねまあねそんなぐらいのお金で済むならねばれ、まあ、なきゃ政府でやるっていうのが維新の,あのスペックですよ。もうねバレるまではもうね余きに計らいていろいろやってるわけですね。何しろトップがこうですからね。ねえ皆さんトップね誰か分かりますよね。はい。ねえ松一郎大阪市長が維新議員30人と焼き鳥屋で大宴会って去年の12月。 何が起きててましたかコロナですよ。めっちゃコロナきつい時ですよ、大阪が全国でも一番、いや、むしろアジアで一番危険な町だった時に。ね、吉村さん、大阪府知事が同一テーブル4人以内とかさ、2時間程度の会食よろしくね、大阪府民の皆さんって言ってた時に、えー、松井一郎大阪市長は祝勝会をやるんです、衆院選の。たっぷり3時間。ね。 この写真見てくださいよ。ね、どっかの組の人なのかなあれ、松井さんどこにいるんだあれ、どっかの組の人しか写ってないぞというふうに、まあ、見えてしまいますが、でもね、あのーまあ、マスクしてるから分かりません。私には誰が写ってるか分かりません。はい、次です。どんどんいきます。はい。えー、維新最高幹部の支援者医師が1億円を荒稼ぎ、異例のワクチン集団接種の裏側。ねえー、これはもうだんだんね、あのー、 今年ですよ今年3月に入りましたもう、えー、日本維新の会最高幹部の、えー、支援者がいるんだってそのお医者さんが、えー、過剰な量のワクチンを確保して独自に大型接種会場を設置する異例の事態があったとで2万回の接種でや計1億円の荒稼ぎをしたとすごいですねもうねお医者さんにも倫理なんていらないんだとねそれが維新スペックですよ、ねね、倫理なんて邪魔なものがあったらね グレートリセットできないですからね。はい、どんどん次いきますよ。よいしょ維新前川、えー、清成衆議院議員、えー、公選法違反の罪で、えー、在宅起訴奈良知見、えー。これは今年3月です。えー、日本維新の会の前川清成、えー、衆議院議員が、えー、去年の衆議院選挙の公示前に、 えー、自らへの投票を呼びかける趣旨の文書を有権者に送ったとして、えー、奈良地方検察庁は、えー、公職選挙法違反の罪で在宅起訴とでこの前川議員は会見を開いて合法的に認められている政治活動であり裁判所で正義を訴えたいって言ったらしい、ね、59歳かああめんっていう気持ちになりますねもうねあそうですかと。 もういい年越えててるのにどうしてこういう言葉が出るのかいや,いやいやいやそれが維新というものなんですねこんなところに正義感なんか求めちゃいけませんそんなことやったらもう疲れちゃいますねはい、えー、次です日本維新の会の、えー、三崎真紀衆議院議員に経歴詐称の疑い、えー、刑事告発で名古屋市の河村市長が情けないとねこれも今年5月、ねえー、つい先月ですよ また大変な難題を抱えることになったなぁとあイらの記者に、えー、表情を歪めたのは名古屋市の河村隆市長というのも2019年7月の参院選で河村氏が代表を務める地域政党の減税日本と日本維新の会が公認した三崎真紀さん現衆議院議員がその時の選挙候補に虚偽の経歴を記した公職選挙法違反の疑いがあるとして、えー、東京都の男性から名古屋地検に刑事告発されたのだ。 経歴なんてね,ね過去のことは聞いてくれるなと、ね、維新はね過去のことなんてどうでもいいじゃないかと、ねあのー、今国会議員になってしまえばもういいじゃないかっていうのが、あのー、維新の考え方でございましょうねきっとねはいどんどん次いきますよはい顔で選べば1番取る、はい、維新、えー、石井明、えー、参院議員が発言後に撤回 はい、日本維新の会、石井明、えー、参院議員65歳、比例で受かった人、えー、栃木県日光市内であった、えー、参院、えー、栃木選挙区の立候,補立候補予定者の事務所開きで、5人女性が出る、えー、年齢が若く顔で選んでくれれば一番を取るのは決まっていると発言した、でこの石井氏、後でね、朝日新聞の取材に発言は撤回したと。 でもね顔で選べば一番取るってルッキズムそのものなんですけど褒めたつもりなんでしょうねねきっと、ね、でもいいんです結局この人は美人に投票しろとかって言ってるからそのこと自体が選挙とか選なんていうの僕らみたいな有権者なめとるわけですよ有権者は別に相手が美人だからとかイケメンだから選ぶわけじゃないだろうっていうふうに思うけどあダメダメだ,めだ,めだ俺こんなふうにね維新の,の人にそんなねあの高い倫理を求めたらね 本当におかしくなるわと思うので、えー、これ以上言いません。はい、どんどん次いきます。よいしょと、えー。維新の美魔女、恵、え、比、ー、沢行き、居住地偽装疑惑を本人に聞くと何か問題ありますか、はい、日本維新の会員に所属する恵比沢行48歳。 えー、その肩書きは大阪市議会議員それに参院東京都選挙区支部長である2012年に維新の政治塾に入塾した海老沢氏は13年と17年の都議選に維新から出馬するも落選はい落選してるんですよってことは東京住んでたんだね、えー、19年の大阪市議選でようやく当選したものの今年4月になって一転、えー、参院選の東京選挙区から出馬すると発表したんですよ この人もともと東京におるやん。なんでお探しになっとんねん。あれおかしいなおかしいなでも、細かいこと聞いてると、ちょっと維新にはねあの、細かいこと言ってたら、多分全員いなくなっちゃうので、あの細かいことは聞かないでっていうのが基本姿勢ですね。はい。ね、なるべくバレないでっていうのが基本姿勢です。はい。はい。だから深く突っ込みま,ま,突っ込みません、僕も。 はい、大分の話に行きます、えー、維新の桑原氏、えー、寄付収入5期載で訂正へ、えー、2019年の、えー、参院選比例代表に日本維新の会から立候補し落選した、えー、桑原久美子氏36歳当時、えー、選が、えー、選挙運動費用収支報告書にし、えー、し記していた維新や他の政治団体からの寄付収入に関し相手側の政治資金収支報告書に記載のないことが分かったあれおかしいな。 あっちとこっちで記載が違うって何でだろうね。え、間違ったじゃあ直しますっていうことなんですか。もう僕にはブラックボックスすぎてなんだかさっぱりわかりません。もう、こうなると。はい。でですよ。でですよ、皆さん。はい、もうわかってると思いますけども。ね。維新が身を切る改革っていうのはあなたの身を切る改革です。ずっとそれをやってます。ね。あなたどころかね。 ね、同じスタッフの、ね、選挙活動をやってくれる周りの人たちもにもあの維新の議員にこう身を切られまくっております、ね。そうなると仕事を失ったりします。で維新が続けば自民党と組んでるので消費税は15%に上がります。でもちろん円安も止められません。でもちろん値上げも止められません。ね、で賃上げはできません。 だから、えー、自民と維新に投票する方はね、貧しくなりたい方だと思うので、もっと貧しくなりたい方は、ぜひ維新の会へ一票を入れてください。お願いいたします。っていうふうに、えー、締めて、えー、また僕の、あのー、動画を楽しんでもらえれば、えー、ありがたいです。ね、いいねとコメントと、ね、できれば拡散してくれて嬉しいな。ね、この、あのあの今回面白かったですかぜひ感想をコメントに書いてください。よろしくね。 よくもまぁこんないやこれほんの一部だからねほんの一部なんですよサムネに書ききれなかったよいいもう悪事が多すぎてまあそろそうやろなもう多すぎるわほんまにどないなってよ大阪はもう維新がおかしいやがしゃあないわもういやすごいっすねえここまでわけわからんのもなかなか珍しいようん うんこれいやもうよくあの私本間さんとの動画で現代日本は政治末法の世であると末法でございますただしえっと魅力菩薩がですねこの末法の世を救ってくれるためにはですね56億7千万年後なんですねもう太陽爆発しとるからっていう本当だ太陽系なくなっとるからいやなんていうかそのためにはですね我々が次の選挙でいやもうコンさん頑張った うんえー、こんだけ頑張ってねもし維新と自民が勝ったら、うん、終わりだよもう、うん、そう終わり <laughs> 日本が終わるんだよもうねえーうん、というわけでえ o、ー、n さん頑張っていただきました本当にありがとうございますということでですね、えー、本日はコンさんと、うん、あの維新の話を取りましたけども、うん、いやぜひこれは拡散してほしい、ねはいえー、そして頑張ったコンさんに愛のあるコメントそしてカンパをくれると嬉しいな え、副業講座を買っていただいても嬉しいですよっていう買い方はこの下に書いてありますんでね。えー、というわけで今日も読書、チャンネル登録といいねよろしくそれでは。